どうも、ホルスです。今回は100均のカルキ抜きを使用しても問題ないのかということを調べてみたいと思います。まずは原材料を見てみます。使用硫酸ナトリウム、五水和物のみでできているようです。有名なメーカーのものと比べてみましょう。左がダイソー製、右がゼックス製です。見ての通り、原材料に違いはないようです。では実際に1袋でどれほどの水を浄化できるのか調べてみたいと思います。表記を参考に1粒10リットルの水を浄化できるものとして計算します。1粒ずつ数える頭のおかしい人間の様をしばらくご覧ください。次に先ほど数えた分のカルキ抜きの重さを測っていきます。28g のようです。次に1袋に何 g 入っているのかを確かめてみます。表記通り 110g 入っているようです。水を抜いている間に計算してみましょう。418粒で 28g だったことから、この計算をすることによって、約1640粒入っていることがわかります。また、1粒で10リットル浄化できることから、1袋で 16400 リットルの水を浄化できることになります。一般的にお風呂1杯で200リットルほどなので、だいたいお風呂80杯分の水を浄化できることになります。また、1円あたり150リットルの水を浄化できると考えることもできます。理由はそのうち詳しく説明したいと思いますが、多少過剰に入れても問題ないので、6リットルのバケツ1杯につき1粒を投入していこうと思います。この作業を繰り返し、半分ほど水を交換しました。ザリガニ、モツゴ、タナゴなど数種類の生き物が入っていますが、一匹も死ぬことはありませんでした。どうやら使って問題ないと結論づけても良さそうです。それでは、ご視聴ありがとうございました。